キットマン北海道探索チャンネル岩内町観察パート2です。2022年の8月でございます。私が立っているのが229号線です。このように個人商店がまだたくさんあって、一つ一つの役割がちゃんとあるんですよね。個人商店がずらーっと並んでますが、一軒一軒ちゃんと役割を果たしていますね。まあイオンとか大きいスーパーみたいに一つに集約されているよりも、こうやって一つ一つある方がね、街として魅力的です。このようにファミコンもまだ買い取ってますからね。ファミコンお持ちの方いかがですか？ファミコンっていうのはね、やっぱり80年代の少年は惹かれますよね。ドラクエが発売された日も並んでたんでしょうかね。岩内町の人口、2022年は11,440人、今年ですね。1975年は2万5000人ちょっとでした。そう考えると2万5000人というのは結構大規模ですよね。なので街のこのストリートの店の範囲というのも非常に広範囲でございます。これ銀行跡なんですが、これね、なんか岩を登る系のスポーツの、お店が入っていました。この柵かっこいいですね。まあ、どの町にもある電気屋さん、自転車屋さん、そして理髪店、それをね、やっぱり見て歩くのが私好きですね。1456年には和人の往来もあったそうなので、まあ、5、600年前からもう人が行き来していたということになります。1954年に大規模な火災があって、お店なんかも結構焼けてしまったので、1954年以降に建てられたお店っていうのも結構ある状態でございます。循環バスですね、これは。看板が落ちてますが、おそらく塗装屋だったのかなと思います。これ見てほしいのが2階部分の柵部分と、この階段部分、あとはこの窓枠周辺ですよね。わあ、これはね、本当にかっこいいです。オレンジでもない茶色でもない感じっていうのがね、絶妙です。私が好きなのが、一見普通の窓に見えるんですが、上下に開く縦式の窓、なおかつ左右に分割されているタイプっていうね、ありそうでない窓のスタイルがね、美しさを感じます。これね、カメラしっかりありますからね、監視社会でございます。こちらのお店何かなと思ったんですが、あ、これすぐ分かりましたね。パチンコ屋さんです。で、後から打ち返って調べたら、岩内の YouTuber さんがなんか管理しているそうで、掃除している様子とか、あとこれからどう活用しようか、そんなことを話していました。この日はね、その岩内の YouTuber さんはいませんでした。一軒ボンとありますが、左右空き地ですよね。おそらくお店があったのかななんて想像しました。この赤い看板のね、上部分の菓子、パン、コーヒーっていうのがね、現役だったら行ってみたいお店です。そしてここの、ね、看板、履物店って書いてるんですが、下にこう潜り込まないと見れないっていうところがね、嬉しいんですよ。正面からは見せないよみたいなね、そんなのを感じました。岩内町の短い夏をお楽しみください。このように風鈴がね、気持ちよくなっております。多分30度ぐらいあったと思いますよ。30度超える日って北海道ね、そんな多くないですからね。そしてどんどん229号線の奥側といっても、瀬田の方面といえば分かりやすいんでしょうか。この加藤ってボンって書いてるんですが、近寄れば近寄るほどイメージよりでかいんですよね。文字だけで圧倒されるっていう素晴らしさ。そしてこのお魚の口がね、可愛いですよね。後からまた出てきますから。そしてこの佐々木さんの、色使いと形状、形と素材、いろんなの使っていて、建物の集大成です。多分素材一番使ってんじゃないかなと思って、じっくり見ていました。で、素材をたくさん使ってるからといって、崩れたりもしてないんですよね。私の立ち位置でございます。このように街が広いんですよね。浮き輪が見えます。夏ですね。おもちゃ屋さんでございます。右側のお店はね、結構シャッターが閉まっている状態だったので、何のお店かは分かりませんでした。あまりにも朝早すぎたので、やってないお店が
あるからこう廃れてるんじゃないかなみたいに思ってる方もいると思うんですが、私が来るの早すぎただけです。朝の4時ぐらいにねもう札幌を出て、早朝にはね着いてましたからね。ここに神社があったので、見ることにしました。身代わり地蔵みたいに書いてあったんですが、まあお地蔵さんについてはねあんまり詳しいことはわからないんですけれども、この施設自体は明治時代からあるそうです。というのも明治42年って書いてますからね、おそらくこの、岩は、明治時代からあったものだと思われます。なんかね丸みが出てこうちょっと削れた雰囲気があっていいですよね。そしてこの圧倒されたのが、上を見ないと気がつかないようなところに芸術的な龍が彫られているというところですね。一軒一軒の役割がある、そんな感じがします。さっき出てきた魚なんですが、これマンホールのイラストなんですね。名前なんて言うんでしょうか。そして音楽がずっと聞こえるなと思ったらゴミ収集車でございます。岩内町のゴミ収集車は音楽が鳴るそうです。今回岩内町を歩いてみて行きたいなと思ったお店が結構ありました。次の楽しみが増えていいですよね。229号線を海方向に歩いてるんですが、全然個人商店が収まる感じがないですね。結構すごい大規模だということがわかると思います。非常に青空でね、天気が良かったです。みんな多分シャコタン方面に行く車なのかなと思って見ていました。こちらの和菓子屋さんとても素敵でした。1枚ね撮らさせていただきました。このね器とか赤と黒の感じとか、この和風の色使いがやっぱりいいんですよね。そして食べてみたんですが、非常にあっさりした感じで、この濃厚というよりもあっさり型の饅頭でした。この昭和感のこの素敵なデザイン、これ矢田商店という矢田さんのね商店でございます。岩内町にしか売ってないような食品とかお菓子とかも結構売ってるそうです。もっとね中じっくり見るべきでしたよね。そしてこの周辺にはなんかね雰囲気のある住宅なんかも結構ありました。この橋本さんの文字、このかすれた感じ、年季入っていて素敵です。岩内町と聞くとやっぱり釣りとか港とか海的なイメージがあると思うんですけれども、畑なんかもありますし森なんかもありますからね、今度はそっちの岩内のイメージではない、一般的に海ではないイメージのところをね見てみたいななんて思って歩いていました。パート3とパート4は、実際に面白そうだなと思ったお店に入ってみました。これがね本当に面白かったですし、素敵なお店ばかりでした。引き続きパート3とパート4ご覧ください。ありがとうございました。